everyone. This is Yoko. 皆さんこんにちは、Yokoです。 Today I'm going to talk about how to order coffee in Japanese. コーヒーお願いします。コーヒーお願いします。 Coffee please. Or コーヒーをお願いします。コーヒーをお願いします。 When you go to a coffee shop, usually you will hear this. いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。Welcome. Or いらっしゃいませ。こんにちは。いらっしゃいませ。こんにちは。 Let's take a look at the example conversation. いらっしゃいませ。こんにちは。いらっしゃいませ。こんにちは。お伺いします。こんにちは。コーヒーの M サイズをください。コーヒーの M サイズをください。ホットですか？アイスですか？ホットですか？アイスですか？ホットをお願いします。ホットをお願いします。ミルクやお砂糖はお付けしますか？ミルクやお砂糖はお付けしますか？いいえ、結構です。いいえ、結構です。かしこまりました。かしこまりました。252円です。252円です。少々お待ちください。少々お待ちください。300円でお願いします。300円でお願いします。はい、では300円お預かりします。はい、では300円お預かりいたします。48円のお返しです。48円のお返しです。レシートはご入用ですか？レシートはご入用ですか？はい、お願いします。はい、お願いします。こちら、ホットコーヒーの M サイズです。こちら、ホットコーヒーの M サイズです。ありがとうございました。ありがとうございました。またお越しくださいませ。またお越しくださいませ。A lot of times in Japan, we have three sizes for coffee. Small, S, medium, M, large, L.And we often call them S, M, L. If you'd like small, S サイズをお願いします。S サイズをお願いします。If you'd like a medium size, M サイズをお願いします。M サイズをお願いします。Large, L サイズをお願いします。L サイズをお願いします。And same as in the United States, at Starbucks, you can say, tall size, お願いします。tall size, お願いします。or grande, grande size, お願いします。grande size, お願いします。or just grande, お願いします。grande, お願いします。for venti, venti, お願いします。venti, お願いします。And we actually have a smaller size in Japan, which is called short. Short size, お願いします。Or, short size をお願いします。Short size をお願いします。Or, short をお願いします。Short をお願いします。So how was it? いかがでしたか? Thank you for watching and see you next time. ではまた次回お会いいたしましょう。さよなら。